いいね、ジョン君ブラッシングね。ワンちゃん、ワンちゃん撫でたか。よしよし。はいはい。はい、ブラッシュしましょう。はい。はい、で、こっちへで。なんかちょっと刺し始めている。ワンちゃん。はい、いい子だね。はい、ジャン君、久しぶりに。せっかくネットに入りました。お利口。お利口さんですね。はい、いい子。お利口さん。そうか、この状態だったらもうネットから出してもいいかな。まあ、でもこのままで、ただ先生が使い、あの、扱いやすい。自転車ガタガタが大丈夫かな。うん、ガタガタしないように頑張って。さて、あ、これ片手じゃ持てないか。あ、じゃあそっち置いていいね、うん、水は置いていいね、うん、ポンちゃんはお留守番になるので、また音を出しながら出かけます。そして、ご飯を置いていくから食べてね。お水も置いとくからね。
見えるようにしようかね。よいしょよいしょ。頑張ってね。大丈夫？頑張ってください。はいはい。お顔はどこかな？ジャン君。なんとなくこう丸く囲われてるところで膀胱です。おしっこはあんま溜まってないですね。
神社にたどり着きました。女岩、男岩のまずここで手を洗います。狐様に今まで全部、ジャン君ばかりお願いをしていますけれども、ここは特に、動物同士ということでお願いしています。神社巡りを終了いたしました。ジャン君の手術が今多分まさにやっているところだと思いますけれども、問題なく成功しますようによろしくお願いします。
ちゃん、ジャン君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 、ポン、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ジャン君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 、泣かないで、ジャン君、ジャン君、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、ジャン君、はい、ジャン君、おいで、おいで、おいで、ポンちゃん、ポンちゃん元気？ポンちゃん、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 はい、ポンちゃん、ポンちゃん、
よくできました。ジャン君の方はですね、まあ、麻酔の心配はあるにせよ、大丈夫ではないかということで、大丈夫でしょう。ポンちゃんはおとなしく、留守番もできて、ジャン君がいないことを文句も言わず寝てくれてありがたかったです。もう夜寝ますけれども、明日は朝一番に9時に病院にジャン君を迎えに行きます。その際にはもう覚えてらっしゃるでしょうか、2年前に使ったこれはエリザベスカラーです。空気を入れて膨らますタイプの柔らかいやつですね。いわゆるよくあるエリザベスカラーだとちょっと歩きにくかったりちょっと違和感あったりするんですけど、そう、なんか狭いとこにも入れない、そうね、にくいしね。これだとちょうど、傷口は舐められないけれども、装着感がおそらく良いだろうということで使います。明日これを持って病院に行こうと思います。さあジャン君帰ってくるよ。その前に一眠りしよう。またね、ポンちゃん明日帰ってくるって、ね、寝たら一瞬だからね、うん。